はい、今日は菩薩道の菩薩道の神髄の宿舎サムッチャーですね。本の人は165ページの菩薩の邪魔をする罪っていうところですね。はい、まあこれは前回からの続きで、まあ、いわゆる罪、根本的な罪に関してバーッといろいろ挙げられていて、まあ、前回までは愛欲におけるね、あの罪が結構強調されしばらく続いて、まあ、それが終わって新しいところですね、菩薩の邪魔をする罪ってことですね。はい、じゃあちょっと読んでもいいですね。はい、じゃあしかしそれよりも菩薩に菩提心を捨てさせることの方がはるかに罪は大きい。なぜならば菩薩に菩提心を捨てさせたことによって未来際における一切のブッダの出現の邪魔をしたことになるからである。もしせっかく人間として生まれたのに不誠実な言葉を語り、誹謗を楽しみ、乱暴な言葉を言い、嫌悪、怒り、憎しみに満ちて人を悩ますならば、この身が壊れ、命は終わった後に大地獄に落ち、諸々の苦悩を受ける。諸々の虫によってその身を食われ、蛇によって頭を食われ、火によって焼かれる。長い間その地獄で苦しんだ後、やっと地獄から解放されるが、次に彼は巨大な毒蛇に生まれ、気圧に駆られて他の生き物を食うが、全く満足することができない。そこから死に、人間に生まれても盲目に生まれ、知恵がなく悪心を持って生まれる。聖者や賢者を敬わず、悪しき言葉を見せる。そして死後、再び悪手に落ちる。菩薩が他の菩薩に対して言葉を与えようという思い、あるいは不敬なる思いを持ち、あるいは誹謗するならば、多くのカルパの間、大丈夫に落ちる。はい。はい、菩薩の邪魔をする罪ね。まず、もしここに人がいて、人間界の一切の衆生の財産を奪い、命を絶ったとする。しかしそれよりも菩薩に菩提心を捨てさせることの方がはるかに罪は大きい。なぜならば、菩薩に菩提心を捨てさせたことによって未来者における一人のブッダの出現の邪魔をしたことになるから。はい、この理論は分かりますね。これはいろんなところにもこの理論はよく出てきますが、まあ、これはもちろん対比させてるわけですが、まず人間界の一切の衆生の財産を奪う、つまり盗みの最たるものですね。何か一個盗んだとかじゃなくて、世界中の、まあ、世界というよりもその地球だけじゃなくて、あらゆる人間界の財産全部盗みましたと。それから、人間界の全生命体の命を絶ちましたと。つまり殺生、それから盗みの最悪の、まあ、数においてね、最悪のことをやったとしても、それよりも一人の菩薩に菩提心を捨てさせることの方がはるかに罪は大きいなと。つまりここに菩提心を持ってる、菩提心ってもう一回言うけども、その私は修行のために、みんなを救うためにしっかりと修行して、最終的には早くブッダとなってみんなを救済しようと、このような素晴らしい決意、発願ですね、これを持っている菩薩がいたとして、それを何らかの方法で、何らかのやり方でその菩提心を捨てさせると。つまりその菩薩が、やっぱ俺いいやと菩薩やめたとで、それはいろんなパターンがあると。いろんなパターンにおいて菩提心を捨てさせたならば、それをした、つまりそれを捨てさせるきっかけを作った人の罪っていうのは、今言ったね、全人間を殺す、あるいは全財物を奪うなんかよりも、よりはるかに重い罪になるのと。それはまあ当たり前といえば当たり前、つまりその菩薩がもしそこで菩提心を捨てなければ、一生懸命頑張って修行して、将来には如来ブッダとなって、つまり全ての衆生の光、全ての衆生の救いとなったはずだと。そのような可能性を一つ消したことになるわけだから、その
罪っていうのはもう計り知れないと。でここで気をつけなきゃいけないのは、じゃあ菩薩の菩提子を捨てさせるってどういうことなのと。もちろんそれは今言ったようにいろんなパターンがあると思うね。もちろんストレートの方法あると思うよ。ストレートになっている例えば、まあ、つまり無知な人がいて、まあ、つまり無知なるあのおせっかいからなんていうかな、正面から説得をすると。説得って例えば、いやお前そんな修行とか言ってそれよりもねえあのちゃんと世俗で結婚してね、まあもちろん結婚自体は悪くないけども、その目的を世俗の繁栄に置いた方がいいんだと、ね、修行修行修行と言ってそのねえ追い求め、まあそれもそこそこはいいけども、お前みたいにその全てを捨てて早くブッダになるんだとか、そんなのはいらないと、ね、それよりもこの世で、ね、人生は一回きりなんだから楽しくやった方がいいんだっていうことを、まあなんていうかな、善意によって、言う人がいるかもしれない。あのさ、前から言ってるけど、仏典によく出てくるマーラ、魔王っていうのがあるけども、この魔王っていうのはそのよくその修行者の邪魔をするんだね。その邪魔をするのも今みたいな感じで邪魔をするんです。で前も言ったけど、私いろいろ仏典読んでて、この魔王って天の愛欲のデーバの一番上にいる、つまり愛欲のデーバの王なんだね。だそれだけの王っていうことはもちろんなんていうか変な言い方すると、まあ徳もあるはずだし、変ななんていうかな、そのちょっと嫉妬によって修行者の邪魔をするような、そんななんかせこいやつじゃないはず。何言いたいかっていうと、善意だと思うんだね。彼は魔王、つまり欲の世界の王だから、欲の世界のことしか見えていない。これを超え、欲の世界を超えた素晴らしい下脱の世界、あるいは菩薩の世界のことがよく分かっていない。よって彼なりの親切心によって修行者を、お前そんなことしてどうするんだと、それよりもこの世で面白おかしくいきましょうというふうにこう誘惑するのと、はい、そのような例えば親切心によって、まあ、修行者の誘惑をすると。でそれによってその修行者が菩薩が、まあ、まだ煩悩がある場合、ね、あそれもそうだなと思って修行、まあ、修行はやっぱり苦しいから修行して、でその欲望の道に戻ったとしたならば、これはもちろんストレートなパターンですよ。でそうじゃなくて、なんていうかな、いろんな、不可抗力的なパターンってあると。不可抗力的なっていうのは、つまり別に相手の菩提心を捨てさせようと思っていたわけじゃないと。しかしいろんなパターンで捨ててしまう場合があると思うね。例えばそうだな、じゃあ またちょっと別パターンとして、例えばある菩薩がいて、この菩薩が、まあ、別にその菩薩のことをその何て言うかな、菩提子を捨てさせようと思っていたわけだ。思っていたわけではないが、まあ、ある場合は恋愛によって、ある場合は恋愛ではなくて、そうだな、まあなんかその同じ趣味とか同じその修行とは関係ないことをその菩薩と一緒にやりたいという気持ちによって、でそっちの方になんていう非常に引っ張ると。でそれによってまあなんていうかな、そのもちろんそれはもちろんもともと縁があったわけだけども、その縁によって修行とかあるいは菩提心とか菩薩ではない人生の縁が出てきて、そっちに引っ張られる場合、これはこの場合もそのそれを引っ張った人っていうのはそんなに悪気はないかもしれない。つまり縁によって気が合う相手と出会い、まあ、ある場合は恋愛、ある場合には、まあ、いろんなその道によってその世界に相手を引きずり込むと。別に相手は自分が悪いことをしているつもりはないかもしれない。でこの場合もそれによって結果的にその人が菩提心を捨てたとしたならば、それはそれで非常に罪になるね。あるいはまた全然別パターンもある。全然別パターンというのはそうですね、まあ、例えば修行の途上で起きるいろいろな心の苦悩、苦痛において、当然修行者同士でもいろいろぶつかる時があるかもしれない。あるいはぶつからないまでも
なんていうかな、そのあしら的な、あるいは、闘争的な気持ちが出たり、批判的な気持ちが出たりするかもしれない。でそのなんていうかな、その中で個々が自分の心だけを見つめて、修行に励めばいいんですけども、そうじゃなくて相手に干渉したり、あるいはそのね、いろんなあしら的なその世界を現実させたりした場合、まあこういうパターンってもちろん実際あるわけですけども、そこで別に誰が悪いってわけじゃないんだから、その、 争いの中で修行をやめていく人もいるよね、うん、これはもちろんその人のそういうカルマがあったといえばそうなんですけども、そこに関わった人ってもしもう少し慈愛があれば、あるいは住みろしがあれば、そういうことに加担しなくて済んだかもしれない。これも消極的な意味での、まあ、相手にもカルマがあったとは言えるけども、自分の、闘争心あるいはあしら性によって、まあ、消極的な相手をその菩薩の道から外してしまったというパターン、これもあると。あるいはまた全然別パターンとしては、そうですね、まあ、例えばここに同じ菩薩の道を歩んでいる者がいたとして、その菩薩の道を歩んでいる者が自覚がなく、まあ、もちろん何ていうかな、自分の汚れとぶつかって戦ってるならまだいいんですけども、そうじゃなくて自覚のないひどい生き方をする、あるいは菩薩とは思えないような、修行者と思えないような言葉を語ると。でこれを見た例えば新人のというかな、初心の菩薩がちょっと幻滅して修行をやめてしまうかもしれない。これはまた全然別パターンだね。もちろんこの場合は本人にも問題はあるよ。つまりそんな他人のことはどうでもいいだけはいいことであって、しかしその他人のあるいは先輩のそういうのを見てちょっとこう幻滅してしまうっていうのは、それは本人のご自身が弱すぎるというも言えるんだけど、でもそのような悪影響を与えたってこと自体も、それはまあ何らかのカルマになるでしょうね。だから今言いたかったのは、最もカルマが悪い場合、当然意図的に相手の菩提心を失せさせようっていう、こういう悪魔みたいな人もいるかもしれないけども、でも多くの場合はそうじゃなくて、自分のその、自覚のない、あるいは気の抜けた、態度、言葉、あるいはいろんな行動によって、もしかすると知らぬ間に誰かの菩提心を傷つけている場合があるかもしれない。これはだからとても気をつけなきゃいけない点なんだ。はい、そうじゃなくて、もう一回最初に言った、そうですね、例えばどの時代でもいろんな形でそうですね、例えば修行、まあ例えばね、出家の道がある場合、その出家した子供あるいは夫のことを理解できずに、こうそれを削り落とそうとする人もいるよね。ラーマクリシュナの若い弟子たち、まあ、ラーマクリシュナって近い時代ですけども、若い弟子たちも、まあ、そういうふうに親から反対されて、まあ、ラーマクリシュナのもとからこう、引っ張られていったり、あるいは監禁されたりとかした人がよくいたみたいですけど、ラーマクリシュナの若い弟子の一人で、ハリシュという人、このハリシュという人は、まあ、ハリシュという人はこの人、もともと妻も家庭もあったんだけど、ラーマクリシュナの教えに感銘を受け、まあ、家を出てずっとラーマクリシュナのところにこう住んでたんですね。で親やその奥さんとかは、まあ、反対っていうかな、そのこう戻そうとするわけだけど、かたくなに自分の意思を曲げなかったと。でまあ家族がいてそれをほっぽり出してラマクシュナ元にこう来てる人に関しては、ラマクシュナは人によっては、いやそれはお前ちゃんと家族いるわけだからかえって自分の責任を果たせっていうこともあったんだけど、このハリシュに関してはなんかもう財産があったみたいで、別にハリシュがいなくてもいいって感じだったんで、逆にそのハリシュのね堅固な心をとても褒めてたんだね。でもこのハリシュは他の弟子たちと違って、他のさそういった若い弟子はラマクシュナの死後まあ、出家して偉大なスワミになっていくわけですけども、このハリシュはちょっと違った道をたどって、何かっていうとその、
奥さんがハリシュをその出家の道から自分の元に戻したいがために、あの食事とかにちょっとずつ毒とかを入れてたって、毒とか麻薬とか入れてたって、でそれで本当に頭おかしくなっちゃった、まあそれも彼のカルマといえばカルマだけど、あのこれもちょっと悲惨な例だね。まあ、これはボダーシュを制殺したとは違うけども、物理的にそのあのちょっと、相手の、まあ、ちょっと相手に愛着、修行者である相手に愛着 しすぎるがあまりに、あのちょっと脳をおかしくさせてしまったっていう、これはこれちょっと非常に悪いカルマであるけど、ただあのここで言ってるテーマっていうのは、まあ、ラーマクリシュナの言葉にもすごくあの象徴されるけども、ラーマクリシュナの有名な言葉で、あのあれはニランジャンだったかな、ニランジャンという若い弟子がいて、まあ、ラーマクリシュナは、まあ、弟子によって当然対応を変えてたわけだけど、あの若い弟子、つまりその別に家族を養う必要もない若い弟子に関しては、その決してその自分の欲望のために世俗で働いてはいけないって言ってた。つまりその、まあ、もちろん家族を養うっていうその使命があるならいいんですけど、じゃなくて別に親がいて別に働かないでも生きていけると。でそうじゃ、しかしその欲望を満たすためには働かなきゃいけないと。このようなことは絶対やっちゃいけないんだということを言っていて、でこのニランジャンっていうのはまだそういう意味ではその若いあの、学生だったわけだけど、このニランジャンがその働きに出てるっていう噂がラマクシャの元に入ったと。それラマクシャはもう本当にもうあのショックと、あのなんていうかな、あのそれに対する本当だろうかっていうその不安とでも本当にいてもたってもいられなくなった。でその後その正しい情報が入ってきて、それは確かにニランジャンは働きに出ているが、それは彼のお母さんが病気になってしまって、ちょっと家計があのうまくいかなくなってしまって、でお母さんを養うために働きに出ているということが分かったんです。でそこでラマクシナはニランジャン来た時に、それに関してね、それなら全く問題がない、つまりその病気の母親を養うために世俗になったら、これはまあ素晴らしいと。そうじゃなくて、お前が最初噂で聞いたように自分の欲望を満たすために世俗で働いてるっていうことが本当だとしたら、私はそれよりもお前がガンジス川に身を投げて死んだっていう噂を聞いた方がよっぽどマシだったというふうに言ったの。つまりその神の道の理想をして欲望を叶えるために人生を変えたっていうようなことを聞くぐらいだったら、我が弟子がガンジス川に身を投げて死んだって聞いた方がよっぽどマシであると、だって 死は誰だって死ぬわけだ。もちろん自殺はいいことではないけど、その死んだとか自殺したとかいうことよりも、その人が自分の神の理想を捨てた、あるいは菩提心を捨てた、これ以上に悲しい、あるいは、悲惨なことはないんだという発想ですね。だから繰り返すけども、まあ、皆さんの場合はいつも言ってるようにバクティ的な道も同時にあるから、まあ、それは総合的に考えたらいいと思うんだけど、つまりその菩提心を捨てるということ、あるいはこのバクティの道、神への献身の道、一度理想を持った者がそれを捨てるということ、これは何よりも悪しきことであって、何よりも悲しいことであって、何に変えても、まあ、つまり自分だけではなくて修行にとっても大変なマイナスになることだって。だからそれをもし誰かきっかけを作ったような、あれ直接的な、そのね、因を作ったような人がいるとしたら、それはもう最悪の悪業になるんだってことですね。で繰り返すけど、その因果関係としては、つまりそこで彼がその道を貫いたならば、もう数えきれないほどの衆生が彼によって救われたはずだと。つまりこの苦しみの世界から脱却し、至福を得たはずだと。でそれを邪魔したことになるわけだから、だからそれを数学的に考えても大変な悪業ってことになるんですね。はい。で次が、もしせっかく人間として生まれたのに
誠実な言葉を語り誹謗を楽しみ、乱暴な言葉を言い剣を怒り憎しみに打ちて人を悩ますならば、この身が壊れ命を終わった後に大地獄によって諸々の苦悩を受ける、うんぬんって書いてあるね。はい、ここは別にその菩薩が対象ではないけども、もう一回言うと、せっかく人間として生まれたのに不誠実な言葉を語り誹謗を楽しみ、乱暴な言葉を言い剣を怒り憎しみに満ちて人を悩ます。このせっかく人間として生まれたにという意味は皆さんならもう分かりますよね。まあ基本的な話ですが、あのもう一回言うとね、そのつまり仏教の理論においては人間界のみが修行できる世界だと。もちろんそれは素質によりますよ。その修行の素質がある人は他の世界でもできるけども、普通は人間界じゃないと無理だと。でその簡潔に言うと、まあ当たり前なんですけど、まあ、地獄は苦しすぎて修行できる。それは当たり前ですよね。あの体切り刻まれてるんですよあるいは炎で焼かれてるんですよ。この時にさ、あのムドラとかね驚愕とかできないよね皆さん普通に想像してください。普通にね、うん、体焼かれてます、うん、あるいはあの体をガーってこう掴まれてどんどん口出しされてます。この時にあの淡々と驚愕できる人がいたら、まあある意味下脱してる普通は無理だ。あるいはその頭も吹っ飛んでるから、あの例えば正しいことも考えにくい、もう訳が分かんなくなってる、あまりの苦しみ。だから地獄はまず無理だ。動物界も無理。それは分かるよね。それは皆さんも周りの動物見て分かるでしょ。はっきり言って無知であるといつも言ってるけど、動物はもうハードがダメです。ハードつまり彼あの魂のレベル、魂としては我々はもちろん平等ですよ。人間も動物も神も魂は平等です。しかし生を与えられている時っていうのは、つまりこの輪廻において生きている時っていうのは、この肉体っていう檻にあの閉じ込められているので、魂レベルではあのすごいなんていうかな知恵を持ってるんだけど、この世で生きる表層意識で生きるときはこの例えば脳というハードを使うので、そのハードがダメだったらもうそのなんていうか能力以上のことはできないわけですね。あのどんな素晴らしいソフトでもね、あの制限された、まあ、例えば最新の Windows 8用のソフトを買ってきたとしても、昔のなんだっけあの富士通じゃないNEC 9801とか、あの昔のパソコンのハードでそれを動かそうとしても、まあ、動かない。その無理があると、あるいはある程度制限されたことしかできないと。で繰り返すけども、動物はまず脳が小さいで、まあカルマ的にも無知に追われてるので、あのまあいつも言うけどさ、あの縁のある動物がいたとしてもね、まあ、例えばこのカイラスでも何匹あの動物飼ってる人が何人かいると思うけども、あの、まあ、いろいろよく話を聞くのは、なんかこうそういった動物ってさ、こう修行者に修行してるとパッとこう見に行ったりする。動物がいる、じーっとこう礼拝してるご主人様を見てたりとかね、明らかになんかちょっと感じてる。でもさ、動物側に立ってみたら多分こんな感じですよ。ん？なんか大事なことが思い出しそう。これなんだっけ、この感覚なんだっけ、まあいっかキャットフードお、かわいい猫ちゃんがやってきたすぐ忘れるこれは動物ね、これじゃしょうがない、だからその何もできない動物はね、一瞬パッとこう縁によって思い出すことあるかもしれないけど、やっぱりその動物界のあと習性があるからね。猫だったらまあ今言ったように食う、あるいは、異性と遊ぶ、あるいはまあちょっとこう自分の好きなルートを散歩するとか、なんかそれ猫のなんていうかな、限定された習性的な猫の世界。あと前さ何回か言ったけど、私池でこうあの池で泳ぐ魚を観察してた時にね、あのずっと同じような、まあ、狭い池だからずっと同じようなルートを魚の群れがこうずっとこう泳いでるのね。それを見てて、
何考えてるんだろうって。でも多分ね、こう修正だから、皆さんもありますよね。例えばあの世俗的な場合ね、世俗的な場合って変ですけども、その自分の例えば休みの日はこれとこれとこれをやって、これやってはい楽しかったみたいな、なんかそんなのがあると思うんですけど、で彼らにとってははい進んで次曲がって次あの橋の下をくぐって、でまた曲がって、で一周したって、でこのなんていうかこうループが楽しいっていうよりは、それが彼らの世界っていうか、それの習性としても、まあなんていうか、その池に生まれた魚の場合ね、あの彼それが彼らの人生あのなんていうかな、あの彼らのプログラムであると。でそのプログラム、あのね、動物の一つの特徴っていうのは、その人間よりも、あれ他の生命体よりも習性の力が強い、これがとても言えます。動物は非常に習性にあのやられている、その習性を超えようという気持ちがあまり、気持ちっていうか力があまりない、習性通りにその、まああまり疑問を持たずに生きていくパターンで、だから動物もなかなか覚醒はしづらいというか修行しづらい。たださっき例外があると言ったのは、お釈迦様の過去世とかでも、あるいはヒンドゥーの逸話とかでも、聖者が動物になる場合があるから、でその場合その弟子の動物引き連れたりするのであの、お釈迦様 の、 あの有名なお釈迦様がウサギに生まれて、あの、ね、自分の肉体を捧げる話っていうか有名な話がありますけども、あの時もそのお釈迦様の皇帝たちが、お釈迦様がウサギで、皇帝たちがあのなんだっけ、カワウソとかカワウソとか猿とかにこう提唱して、まあ、弟子になってる。そういうのは例外としてあるけど、 そうじゃない場合は動物界では普通は修行できない。はい、それからガキ、ガキっていうのはまあいつも言う低級霊のことですね。それその霊の世界っていうのは、これはまあちょっと実体がない世界なんで、それからあまりのなんていうかな、心の妄想にこう苛まれてる世界なんで、この世界でも非常に修行はしづらいっていうか、まあ普通はできない。これも例外はあります。あのすごくその、縁のあるっていうかな、修行と縁があった場合に、まあ、あのよく例えばミラレパがちょっとこう、まあ、なんていうかな、あまりレベルの高くない魔的な存在をこう導いたりするわけだけど、その縁によって導かれる場合もあるね。あのミラレパの話で面白いのがあるね、あの女悪魔たちがミラレパの修行を邪魔しようとしていろいろやってくるんだけど、もう結局ミラレパの慈悲と力に負けてしまって退散して、退散した次の日からなんかに、その今度はそのミラレパを悩ましてた女悪魔の集団がみんなでおめかししてやってきたみたいな悪霊がおめかしするってどういうことなのかよく分かんないけど、おめかししてやってきてミラレパに供物を捧げたみたいなその書いてあるんだけど、あのそういうその縁のある場合はちょっと別ですけどね、そうじゃない場合はそのまあちょっと、霊の世界、まあ今言ったのはまだあのいい方の例ですけども、もっと悪い、つまり一般にガキたる例っていうのは本当にもう食いたい食いたいとか、あるいは恨みであるとか、もうそのような心の妄想で ずっと年がら年中さいなめてる世界だからこれも心の余裕がない。はい、それから逆に人間界より高いデーバの世界、このデーバの世界っていうのは、これはあの動物とは違い高度な無知の世界と言われてる。高度な無知っていうのはつまり逆にあまりにも楽しくて、徳が一時的に減少化しているので、あまりにも楽しすぎてあの修行する気が起こらないと、あの頭では分かってるんだけど、でまさに浦島太郎みたいな世界でね、あの頭で分かってるからやっぱ修行しないとね、ちょっともうちょっと楽しんでからみたいな感じでやってるうちに、もうなんていうかな、やる気なくなっちゃうというか、あのつまりそのお釈迦様はさ、この世は苦であると、このような下るってことを認識することが修行のスタートだよって言ってる。これ皆さん分かるよね。皆さんもそうでしょ。いろいろ苦悩を感じた時の方がやる、ちょっと修行のまあなんていうか動機づけにはなる。やっぱりこの苦界から脱出しなければってなるよね。それがさえ徳のあられによってもう苦がない。でも下脱してるわけじゃないんですよ。下脱してるわけじゃないんだけど、もうずっと心は安らかで、で煩悩的にも本当にもう自分の五感を楽しませるようなものがいっぱいあると、本当に自分の欲望が満たされきってると、このような状況だと、でなんていうか、しかもそれは中途半端だ、ね、
ものすごいもう最大限の欲楽の中にいると、あの人間界はだからなぜいいかというと中途半端だから、中途半端だからね、無常を感じやすいんだね。例えばちょっとこう異性とかと楽しんでても、なんかちょっとふっと寂しさが来たりする、あるいはなんか虚しくなったりする、あるいはご飯とか美味しいなって食べてたとしても、すぐお腹いっぱいになっちゃうねでそのあたりちょっと後悔したりとか、あのやっぱり虚しいなと思ったりする、うん、でも天はそのようなリミットがないから、あの本当にもう徹底的な欲望の渦の中にいるから、あのそのような虚しさも感じない。で頭ではもう一回言うけど、分かってる、分かってながらそのあまりの欲望の渦の中で、快楽の渦の中で、まあ修行もできずに、で浦島太郎みたいにいつの間にか何万年何億年と経ってしまっていると、これは天の世界ですね。はい、で戻るけれども、人間が一番いいと、つまりまず人間は動物と違い考えることができる、つまり理性がある。じゃあ人間はつまり悩むことができるんだね、動物は悩まない、うん、ああさっき言ったみたいに、さっき言った魚みたいに、行けくぐれ右側、なんでだろうとかね思わない動物はね、うん、あるいはその猫がキャットフードを食べてて、ハッと俺はこんなんでいいんだろうか毎日キャットフード食べて、メス猫のね追っかけて、でご主人様に顎を撫でてもらってこの繰り返していいんだろうかと思わない。でも人間は悩む、なんか違うんじゃないかっていうその発想が出る。それから人間はさっき言ったように苦においても楽においても中途半端だ、地獄ほど苦しいわけです、天ほど楽しいわけでもない。だから非常に悶々としてるんだ、ね、でしかも無常だからずっと楽しいわけでもないしずっと苦しいわけでもない、なんかこう交互に楽しかったり苦しかったりが来る。でこれによって人間はその中途半端の中で一体この世界一体何なのと、もちろんこれはあの徳のある人間ですよ、徳のある人間はそのように考えることができ、そして修行することができ、そして人間の体あるいは、精神構造自体も非常に修行に向いてるんですね。まあ肉体という意味で言ったら、あのつまり密教的に言うと、チャクラあるいは軌道が非常に修行に向いてる、しっかりと修行したりすればそれによって我々は覚醒することができるボディを持っている。で精神においてもさっき言ったように理性があの修正に勝っているので、あのこの理性をしっかり使うことによって、覚醒に至ることができると、あるいはその修行の道を歩み続けることができる、これは人間のその特性なんだね。そしてブッダ型あるいは、アバターラあるいは多くの聖なる魂が人間界で救済をしようとするから、人間界に多くのダルマを落とすんだね。人間界にそういった聖なる魂が生まれ何度も生まれて、そのダルマの種を植えるわけですね。よって人間界こそ本当に素晴らしいと。だから神々はみんな人間界に生まれたいと思ってるんですね。あ次はぜひ人間界に生まれたいと。あの仏典でも閻魔大王がそういうふうにこう思うシーンがあるんで、閻魔大王ってその、まあ、一応役割として閻魔大王って山神という神ですけども、あの役割として死者の魂を裁いてるんだけど、裁くというか自分も裁かれるということになる。その彼もそのカルマの中にいるわけだね。でそうではなくて、あ私がもし、ね、できることならば来世は人間として生まれたいと、人間として生まれて修行者となってブッダに帰依して、ね、その覚醒の道を歩みたいものだってこう思ったりするんですね。人間界の皆さんが今ある境遇っていうのは本当に神々さえも羨む。神々だからもう一回言うと、もう欲楽の中で分かってながらあの修行できないから、つまりその、まあ、これはもちろんダメな神々です本当に高い神々はちゃんと修行してるけど、じゃなくて一般の神々たちは、つまりそのあー気持ちいい、あーつまり女神たちに囲まれてね、あれ美味しい、もうなんていうかな、もう人間なんて味わえないような素晴らしい食べ物を食べながら、女神囲まれながら、あるいはもうそんな対象がなくても常にエクサシーであると、そのあー気持ちいいなっていう状況にありながら、でも頭で分かってる、修行しないとな、修行しないとな、あ
で人間界をパビジョンで見ながら、あ人間いいなと人間いいなって理想でね、うん、あの心は本当は今の欲望いいなとしてたけど理想においては人間やっぱ人間だよなと、うん、なんとなく分かってる。あこのまま行ったら俺はこの徳がなくなってしまって、ね、低い成果落ちるしかないなと、どっかで食い止めなきゃいけないと、どっかで食い止めて修行しなきゃいけないけど、ああダメだとこういう世界なのね。だからあの神々としても理想、彼らの理想としてはやっぱりちゃんと修行して、覚醒しなきゃいけないと。でそれには楽という意味でも苦しみという意味でも邪魔が少なく、そしてブッダの方がある人間界が最高であると。だ人間界に生まれる魂というのは本当になんて徳がある、なんて恵まれた、なんてあの、ね、羨むべき魂なんだろうということを、もちろん地獄の住人も動物もガキもそして神々もみんな思ってるんだね。しかしそれくらいの、それほどの価値、稀有なる、まあ、しかも、ね、いつも言ってるけどダルマがある、これはもう最高ですよ。人間唯一修行できる人間として生まれ、そこにダルマがない時代もあるから、しかしダルマ、つまり真理の教えっていうのがある、あるいは修行の道があり、それを教えてくれるグルや法友や、あるいはね、あの聖者の何ていうかな、いろんな足跡があると。この環境に生まれながら、いいですか、不誠実な言葉を語り、誹謗を楽しみ、乱暴な言葉を言い、剣を怒り憎しみにして人を悩ますと。何を考えてるんですかって話だね。もう一回言うよ、修行ができない世界、あるいはそうだな、カルマによってどうしようもない世界だったら、まあどうしようもないのかもしれない。しかし全生命体の中で最も価値ある生き方ができる、そのチャンスが与えられていると。まあ生命体の中っていう意味でもそうだし、自分の人生をとってもね、自分もいつも言ってるようにいろんな世界生まれ変わってきましたと。ね、地獄が落ちた時はそれはしょうがないですねと、苦しいから、動物落ちた時はまあ無知だからしょうがないでしょうねと、いろいろあったと、いろんな世界でどうしようもない世界があったけども、やっと人間の体を得て、つまりチャンスを得て、しかもダルマもあると。もう本当にこれは、しかもいつも言ってるようにそのチャンスがいつなくなるかわからない、明日死ぬかもしれない、この稀有なるチャンスの与えられてるのに何人の悪口言ってんの何この貴重な時間を、あの人への誹謗とか変な言葉を語るとか、あの憎しみに満ちて人を悩ますとか、何やってんだと。そんなことは他の世界でもできるだろうと、ね、そんなこの最高のプラスなる善を実践できるときに逆の悪業を積むなんて、一体君は何やってるのっていうことなんだね。それを皆さんしっかり肝に銘じなきゃいけない。だからこれはさ、だから考え方としてこうそういうことを常に考えてください。つまりまあ、これは自分のエゴに対する一つの、なんていうかな、あのテクニックでもあるんだけども、つまりそのエゴを抑え込む一つの考え方としてね、まさに今チャンスなんだぞと、ね、つまりその自分は無知でよく分かってないけども、輪廻転生のブッダやあるいは聖者方の教えからすると、私まあ多分でも自分でも何となく分かってる、うん、私は過去世において多くの無駄な生を過ごしてきたと。本当にもうくだらないことに一生を費やしたり、あれ悪語だけに一生を費やしたりした時が多くあったと。しかし根性は本当に稀なチャンスを与えられている。で私の魂は本当はこれをずっと待ってたはずだと。ずっとね、多分それはそうだと思うよ。これは一つの物語として考えてください。私はずっと待っていた。でその待ってる時っていうのは皆さん結構多分殊勝な気持ちで待っていた。殊勝な気持ちっていうのは、例えばある時は苦しみながら、あるいはある時は逆にデーバの楽しみの中にいながら、で神やブッダに祈ると、どうか私に本当にダルマの実践のチャンスを与えてくださいと、どうか人間界で、ね、聖なる教えに巡り合い、そして全力で修行できるような環境を与えてくださいと。もしそのような環境が与えられれば、私は絶対に全てを投げ打ってそのためだけに行きますと。で例えば私は今地獄で、あるいは動物で苦しすぎてそれはできないけども、そのチャンスが与えられればもう全てを投げ打ってやりますって思ってたはずなんです皆さんね。しかしいざ
その環境が与えられると、まあ、もちろん記憶としてそれを忘れてるってもあるけども、その稀有なるチャンスを生かせず、その稀有なるチャンスの稀有さが分からずに、くだらないことに時間を費やしてしまう、あるいは逆に悪業に時間を費やしてしまう、これは何ともその、無知なことだっていうことを、まあ、多くの聖者方が言ってるわけですね。そしてここで言ってるのは、そのようなことは単なる、ね、それは大変無知だって無駄ですよって言ってるだけじゃなくて、そのようなものは死んだ後大地獄に落ち、そして諸々の苦悩を受ける、そして大変な悲惨なことが書いてあるね。地獄で虫に体を食われ、蛇に頭を食われ、火で焼かれ、長い間地獄で苦しんだ後に毒蛇に生まれ、ね、全く満足するはできない。その後人間に生まれても盲目に生まれ、知恵がなく悪臭を持って生まれる、うんぬん、そして聖者賢者に悪しき言葉を浴びせて再び地獄落ちちゃうと。これなんかすごいこと書いてあるね。何かっていうと、もう一回言うよ、人間として生まれたのにみんなを悪いこと言ったりして悩ましてる。さ、こういった仏典とかよく読んでると、皆さんちゃんとちゃんとっていうか しっかりこう仏典とかいっぱい読むと、あれって思うことがあるかもしれない。何かっていうとね、例えばさ、皆さんもなんとなくカルマの法則ってまあ分かってるっていうか信じている、あるいは一般的にも、まあ、特に日本人とかは、まあ、因果応報とか、あるいは、成したことが自分に返ってくるっていうことは何となく分かっている。で、現代の、まあ、現代ではちょっと悪い時代なんで、いつも言うように、なんかお坊さんでもカルマはないとか、輪廻はないとかいう人がいるけども、それはもう本当に例外っていうか、無知としてね。じゃなくて、一般的に、そうじゃなくて、カルマの法則を信じたり、輪廻を信じたり、なんとなくそれが分かってる人はいる。でもさ、そんなシビアには多分考えてないと思う。私も何回か言ってるけど、子供の頃から別に誰にも教えられずにカルマを信じていた。つまり、いいことやったら幸福になる、悪いことやったら苦しむ。でそれがまあ根性でもそうだし、来世もそういうシステム、つまりこの世であんまりその悪いことやって生きてたら多分苦しい世界に落ちちゃうなとかね、この世で一生懸命人のために生きてたら多分いい世界に行くんだろうなっていうことが、まあ、なんとなくこう小さい頃からね、こうそれを信じる気持ちがあったからね。皆さんならそれあるかもしれない。でもさ、それはとてもなんていうかな、甘い考えとしてあると思うね。甘い考えっていうのは、その例えば相当な悪人でね、たくさんの人を殺したりしたらそれは地獄かもしれないと。でも虫殺したぐらいで地獄をしてるとは思ってないよね、多分。あるいはそのね、多くの人のなんていうかな、心をズタズタにしたらそれは低い世界かもしれないけど、でも誰かのに悪口言ったぐらいで地獄に落ちるとは思ってないかもしれない。だからその因果の、なんていうかな、因と果のその対応関係が、我々の意識って非常に甘いんだけど、仏典はすごい厳しいです。すごい厳しい。つまりその、ちょっと悪口言っただけで地獄落ちちゃったりとか、あるいはその、例えば相手にめくらって言っただけで、めくらじゃない、めくらになれと、お前なんかめくらになれって言っただけで来世自分がめくらになっちゃったりとか、厳しすぎだろという感じで乗ってるんだね。でも多分それはそっちの方が本当なんです、うん、つまり我々の心は甘すぎるんだね、うん、これだけ、つまり悪語はダメだって分かってるけど、私はそんな大悪もしたわけじゃない。いや、それは人をいっぱい悪口言ってきたし、人を憎んできたし、恨んできたし、叩いたこともあったし、蹴ったこともあったし、ね、人死んでしまえたことがあったけども、でもそれくらいですよって。いや、それもダメだからと、ね、そのお釈迦様基準で言ったらもう本当に何カルファも地獄ですよと。でも本当そうなんです。だからその辺はね、でもお釈迦様はそれくらいのリアルですよ、ストレートにお釈迦様の仏典を読むと本当に恐ろしいです、そういう世界です。でも多分後世の人たちはそうだと誰もついてこないから、かなり甘く説いてる、うん、そこまでは言わないって感じで言ってるんだけど、ちょっと原理主義っていうかお釈迦様の原点からると相当厳しいです。だからこの辺もそうだし、あるいはずっと一連の出てくる見てもそうでしょ、その
例えばね、その、ある長者とかがいて、長者があの、持ってるお金をね、あのケチで、そのお金というか財産をケチで、お釈迦様とかあるいは貧しい人たちに布施しなかった。でそれで地獄落ちるって話。布施しない、消極的に布施をしなかっただけですよ。でももちろんそれはむさぼりによってね、むさぼりの心によって素晴らしい大聖者が現れてるの。ただ目の前に貧しい苦しんでる人たちがいるのに、自分の与えられたその使える財産をそれに使わなかったと。ただ自分の欲だけに使ったと。それで地獄落ちたりするのね。このなんていうか因果の対応のなんていうかな、格差、差っていうか我々の認識との差っていうのはかなりある。だからここもちょっと詳しくは分析しないけども、人間として生まれたのに時間を無駄にして悪いことばっか考え、人に悪口言ったり人を恨んだりして悩ませていた。でもこれはなんていうか客観的に見たらまあバカな無知な魂だけど、あのなんていうか、そここに書かれてるほど それで何度も地獄落ちてあの蛇になってとかね、そんなそこまで悪業と思えないかもしれないけども、でも実際にそのカルマのシステムっていうかは非常に厳しいんだってことね。まあ厳しいっていうよりはその、それが普通であると。我々がちょっと甘く考えすぎてるという。はい。それからまあちょっとこれは高校だけじゃなくて全体に関して言えることだけど、まあ例えば、まあ次のところもそうですけど、菩薩が他の菩薩に対して障害を与えるという思い、あるいは危険な思いを持ち、あれ誹謗するなら多くのカルパの間大地獄に落ちると、はい、つまりその対象あるいは関わっているものが何というかな、聖なるものであったりとか、あるいは価値ある、本当の意味で価値あるものだったりした場合、当然その因果関係における返ってくるものって大変大きくなるんですね。さっきのだから菩薩の菩提をさせたらもう悲惨な悪業を積むっていうのと同じでね、あるいは例えば今の話も人間界に生まれて修行できるっていう世界なのに、条件なのにそれをせずに悪業なしたらこれは何というかな、あの光の世界あるいは大いなるその、純粋なる世界に反することをやったっていう、その何て言ったらいいかね、ちょっとあの説明が難しいけども、あのその点だけ見たら一つの現象すぎないんだけど、条件を加えてみたらそのこっちのものに対してものすごい逆のことをやったっていうカルマになるんだね。でこの逆のベクトルを積んだカルマによってドーンと落ちるんです。これはだからあの全てにおいて言える。だから変な話だけど、時代が悪くてあるいはそのわ悪い世界で悪を積むのと、あるいは条件がいい世界で本当は修行できるはずなのにそこで悪を積むのでは、その悪業のレベルが違ってくる。あれはさっき の, あの長者の話もそうだけど、あのそのあなたお金いっぱい持ってますでしょと、ね、富がありますねと、この富があれば多くの貧しい人を救える、あるいはその富によって素晴らしい聖者への供養ができるのにやらないこれはそうじゃない、つまりそんな対象がいない、あるいはそもそも持ってるお金が少ないとか、この人が不正をしないっていうのとは全然意味が違ってくる。そのベクトルでとしてあの真逆のベクトルを作ってしまっている。だからこれが何ていうかな、普通の単純にはい、これを盗んだから盗まれるとか、そのような単純なカルマの法則ではなくて、光あるいはあの本当の意味で利益のある、純粋なものの条件に反することをやる、あるいはその、反する立場を取ることによるあの強烈なカルマの帰りなんで、はい、だから菩薩への その罪、まあ、ここも同じですね。菩薩が、まあ、菩薩じゃなくてもそうですけど、菩薩に対して障害を与えようと思い、あるいは不敬な思いを持ち誹謗するならば多くのカルパなら地獄に落ちると。もちろん菩薩じゃなくてもあのよく言われるようにアラハンとかもそうだし、あれ修行者に対してもそうだね。まあ五逆の罪ってありますけども五逆の罪っていうのはの一つとして、アラハン、つまり下脱した、これ菩薩じゃなくてもね、アラハンっていうのはその菩薩かどうかは分からない、つまりその
菩薩ではない、ただ自分の下脱だけを求めているアラハンかもしれない。アラハンってつまり二リバーナを得た人のことですけども、でこの二リバーナを得たアラハンを殺したらもう無限地獄であると。無限地獄って最悪の、まあ、地獄の中で一番ひどい地獄ですね。普通の人を殺しても無限地獄まで行かない、しかしアラハンを殺すと無限地獄であると。それだけその光の世界だから、アラハンの境地っていうのはそれに反することをやったということになるのね。あるいはまあ別の言い方をすると、いつも言っているようにアラハンというのは透明であり、そして光が強いからものすごい何倍にもなって善も悪も返ってくるとも言える。例えばこういう例があって、お釈迦様の弟子で、お釈迦様のその女性の弟子で、アッダカーシーという人がいて、このアッダカーシーという女性は、この人は実はカーシーっていわゆるバラなしのことですけど、これアッダカーシーってあだ名みたいなものだったんだけど、なんでそういう名前ついたかっていうと、実は高級遊女だったんですね。まあお釈迦様の弟子とか信者で何人かこの高級遊女がいるんですけど、これも何回か言ってるけど、この高級遊女っていうのはまあもちろんその辺の風俗嬢とはレベルが違います。どれくらい違うかというと、まさにこのあったかわしいなんかそうなんだけど、このあったかわしいの名前の由来は、彼女が1日で稼ぐ、まあ稼ぐっていうか、彼女もし他の、つまり金持ち相手の遊女なんですけど、他の男性が1日買おうとしたら、当時の非常に大きな国だったバラナシ、カーシー国の国の1日の収入かかったんですその国が税金とかで1日に稼ぐ収入ね、国家予算、その当時 のバラナシっていう国の国家の収入と同じだけの、お金をその高級遊女カーシーが稼いでたと。もうちょっと桁が違う。だからその王様とか、あるいは超お金持ちとか相手の、まあ、なんていうかな、契約愛人というか、まあ、そういうその職業が昔あった。だから、ね、その変な話だけど、社会的地位もあるんですね。社会的地位もある、まあ、なんていうか遊女みたいな人だったんだけど、でこのアッダカーシーという人は実はお釈迦様の前の如来、カッサパ如来の時にカッサパ如来の弟子だったというね、弟子として出家していたと。でも一つ過ちを犯した。その過ちっていうのは、その同じ、まあ、その時の女性の修行者だったんだけど、同じ女性修行者で、その相手は実は下脱したアラハンだったんだけど、女性の下脱した修行者仲間、交友を、罵倒したと。なんかカルマ出ちゃったの相手は下脱してんだけど、多分自分のそのなんかカルマ出ちゃって相手に憎しみをって罵倒したと。でその時に、まあ、ちょっとどういう具体的にどういうのか分かんないんだけど、遊女のような言葉を使って罵倒したって書いてある。どういう言葉か分かんないけど、遊女がのような言葉遣いで、まあ、バカにしたような感じだったかもしれないけど、その罵倒したんだ。でそのカルマによって彼女は次の章地獄を知る。で次の章っていうか、その長い間地獄で苦しんだと。で長い間地獄で苦しんで、やっとそのカルマを落ちてお釈迦様の時代に人間界に来たんだけど、でもその遊女みたいな言葉で罵倒したカルマがちょっと残ってて、でそれで遊女になったと。だから遊女になったけど、多分そのカッサバの弟子だった時に積んだ徳や信用の力がすごく残ってて、多分それによってもう大金持ちので、非常に美しかったっていうから、非常に美しい、その美しさと富っていう意味ではとても徳が返ってきて、しかし遊女という職業をやらなきゃいけないというそのまあ状態になったんだね。で多分その時点でそのカッサバの時の信用者のカルマが蘇って、お釈迦様と出会って、で結局出家してお釈迦様の弟子になるのね。でまあこれもお釈迦様の弟子になって下脱したので、そういう意味で一件落着っていうハッピーエンドなんだけど、でもよく考えたらこれ恐ろしいよね。そのだって修行者だったんですよ、修行者で、その
仲間の修行者というか法友を罵倒しただけで地獄ですよ、うん、で悲惨な地獄、もちろん彼女がそのカッサパの章の時にしっかり反省して生きてるうちにその自分が積んだ悪業を清算し、そして解脱すればできてたかもしれない。それ前も言ったように999人を殺したアングリマーラがお釈迦様の弟子となってその解脱したっていうようにね、どんな悪業を積んでても頑張れば解脱できたかもしれないけど、でも解脱できなくて死んで、そのたった一つの法友のアラハンを罵倒したっていう罪だけによって地獄を落ちたと。でもこれは繰り返すけども、その相手がアラハンである、つまりその非常に聖なる光の光そのものともいえる存在である場合、当然そこに対して吐いた唾というかな、成した悪業っていうのはもう考えられないぐらいのその悪業として返ってくると。それはまあ端的に言うと光に対してつまり闇を選択した心がねっていうことになるんだね。あの現代においては実はこの大乗仏教とかあるいは原始仏教とか言ってるような精神的なシステムのことを、まあ、脳科学とかでも言うようになってくる、まあ、入門大行論とか書かれてるような、例えば最近はよく Facebook とかでもよくアップする人がいるけども、最近の脳 の研究によると、あのまあこれは私は脳科学でもよく知らないんで、あの本当かどうか知らないけど、最近の研究によると脳という人間の脳というのはあの、主観とか客観とかをその、認識できないと。よって例えば誰かに対してその悪い思いを持ったりすると、それは自分のこととしてこうイメージしてしまうので、単に自分の心が暗く悪くなるだけであるみたいな発想もある。これはもう完全に仏教的発想と同じですね。この世界とは全て自分の心の夢みたいなものだって、でそこで誰かに対して死ねとかすごく悪いイメージを持ったり、あるいは悪い、まあ、言葉を吐くときにもその裏側にはイメージがあるから、悪しき思いを持ったりするってことは、あの他でもない自分の心にそのような悪しき情報を植え付けてるだけなんだね。これよくいろんなパターンで私も話したけど、例えばだけどさ、じゃあ例えば、例えばまあ野球やっててね、野球やってて例えば誰かフライを打ち上げて、あのフライを取ろうとするときに、でそれ相手に対するなんかちょっと嫌な気持ちがあって、落とせ落とせポロッと落として恥をかけとか思ったするよ、うん、でそれを何回も思ってたら、次に自分にフライが来たときに多分ね、そのイメージが出てきます。相手に対して落とせ落とせって言ったらなんか落ちるイメージが出てきて、なんか緊張しちゃって本当落とすかもしれない、うん、でそれだったら日常でもよくあるよね。あるいは例えば人に厳しい人って緊張するじゃないですか、うん、人に例えば誰かちょっとこぼしただけでなんでこぼすのバーッっていう人は今度は自分が何か運ぶ時にもうこぼせなくなる逆に緊張したってこぼしたとかねよくあるよね。つまりその人に対する、まあ、悪しきものしろ良きものしろ思った思い、あるいはこうなれと思った思いっていうのは相手に行くんじゃなくて自分の世界にそういった領域を作るだけだから、でそれが反映されるから実際に自分も失敗しやすくなる、あ自分もの将来も、まあ、もちろん心も暗くなるし、この現象においても悪いことが起きやすくなっちゃう。だからその決して人の不幸を願ってはいけないし、あるいは逆に、ね、人の幸福ばかりを心からね、あの表面的じゃなくて心からいつも人の幸せを願っている人っていうのは当然その自分の世界の中にそのようなデータがいっぱい増えるわけだから、その人は自分自身も非常にいつも幸せだし、でこの現象によってもいいことが起きやすくなる、はい、で繰り返すけども、だからそれは一般論としてはそうなんですけども、その相手がアラハンとか菩薩だった場合非常に光が強いのでその現象かあるいは心におけるイメージの何ていうかな大きさみたいなものが倍増されるんですね。倍増されて心を闇が覆ったり光が覆ったりするよって、もちろん一般的にも人に対することって気をつけなきゃいけないけども、修行者あるいは下脱者聖者あるいは菩薩に対しての善や悪というのは、まあ、善にしろ悪にしろ膨大なその比率で返ってくるんだってことね
札っていうのはもちろん、なんていうかな、さっきの理論で言ったらさ、将来的に、ブッダになることを目指す存在なので、ということは現代においてはまだ当然レベルはピンキリであると、いつも言っているように、あのそういう意味では皆さん菩薩ですから、つまりその菩提心、つまり私は菩薩になりたい菩薩になるぞと、あれこの道を歩こうって決めたり、あのさ、いつも言うように、あのチベット仏教とかああいう伝統の世界では、あの、まあわざわざそういう儀式をやらせたりするわけですよね。菩提心、初菩提心の儀式とかやって、いろんなその手順を踏んで、はい、これによってあなたは今日から菩薩ですとやるわけだけど、それはもちろんそのような儀式によって心にそういう思いを植え付けるって意味があるんでしょうけど、実際にはもちろん儀式なんかいらないからねその人はそう思った時から菩薩です。よし、私はこの道を歩くんだと、菩薩になるんだと、みんなの苦しみを背負って生きようと、みんなの幸せのためにね、自分を犠牲にしてでも全力で修行し続けようと、このような思いをちょっと、まあ変な話だけどね、ちょっと持っちゃったらね持ったらもう菩薩ですあるいはなんていうかな、うん、まあ何でも言ってるけどさ、皆さんの場合もう歌とか強制的にもなんか唱えちゃったりしてるから、あれ心がそういうイメージになっちゃったりしてるから、もう菩薩ですもう逃れられない道に入ってしまう。だからその菩薩に一度入ったものって責任が大きくなる、うん、でと同時に皆さんの法友も菩薩だから当然周りを見れば法友っていうのはいろんな欠点も見えるかもしれない、あるいはまだまだ自分よりもダメなところいっぱい見えるかもしれない、でも菩薩ですから、うん、つまりその将来においてそのような、修行を達成すればみんなのためになるような存在になれる道を歩いてる存在だから、それだけで素晴らしい。だからそれに対して悪語を行うこと、あるいは悪しき思いを持つことは大変なその自分にとっての損失なんだって考えたもん。これはその繰り返すけど、一般論としてもそうですけど、皆さんの場合はこういう、あれはもちろん死はそうですけど、まあそうじゃなくて、例えばそうだな、あの一般的な世の聖者とか、あれはまあ今死んでしまった人も含めて聖なる存在とかに対して悪しき思いを持ったりとか、あるいは悪口を言ったりとか、まあ、あるいは法友に対して悪しき思いを持ったり、なんか誹謗したりとか、こういうことは絶対やめた方がいい、うん、それはさっきも言ったように本当に皆さんの考えは甘いわけだけど、皆さんの考えいやもう比較にならないぐらいのものが返ってくるからねこれはちょっと心引き締めた方がいい、ね、特に繰り返すけど、法友に関しては繰り返しますが、もちろん欠点があったら当たり前です、それはまだ途中なわけだから、しかしそれは自分もそうであって、みんなそうだから、みんなそれぞれの欠点を克服しつつ、まあつまり一番大事なのはベクトルですからね、みんなその辺の歩いてる人も欠点がいっぱいある、あるいはね、いろんな世界にいる魂みんな欠点と長所どっちを持ってる、でも大事なのは何かって言ったらベクトルです。まあ変な言い方すればね、その辺歩いてる人で、あのこのカイラスの人よりも、徳があったり、あるいは、心が綺麗だったり、あれあんまり煩悩なかったりする人いるかもしれないよあの人より俺たちでも結構煩悩あるんだとかそういう人結構いるかもしれない。しかしベクトルがないかもしれない。ベクトルがないってそのたまたまって変だけども、いろんな徳とかによってそういう今ここの状態になってるだけだって、別に彼は菩薩を目指してる、あるいは真理を極めようとしてるわけでもない、まだこの世の経験を追い求めてる。この場合当然 徳とか心の汚れとかでも無常だから、綺麗な心もどんどん汚れるし、まあ逆に汚れた心もどんどん綺麗になるし、徳なんてすぐなくなるし、あるいは徳がなかった人も積めばたくさん徳が満ちるし、つまり結局はベクトルが大事なんです。でそのベクトルが大事っていうその発想で言うならば、繰り返すけどもだからあのどんな初心の菩薩も馬鹿にできないですよ。例えば本当に心が誰が見ても汚れていてもう本当にもう自分のことばっか考えてて、むさぼり超もう一個も誰もうなんていうの
ポテトチップ1個もあげられない、ね、1個ちょうだいとか言われても、これ俺のもんだってあなたお腹いっぱいじゃんって、ダメだ俺のもんだあげられないと、で心は憎しみと嫉妬でいっぱいだと、うん、でもなんていうかな、虫見るとすぐ殺しちゃう癖があると本当に悪業と邪悪なものいっぱいである。しかしやっぱりちょっと縁があってぐっと決意したと。私はこんなにもどうしようもない性格でどうしようもない悪業に満ちてるが、菩薩道に感動したと。どうかこの道を歩みたいと。どうか私も菩薩にさせてくださいと。私は本当にもうみんなよりもすごくダメな存在だが、絶対に菩薩になりますと誓ったら、もうその人は菩薩ですから、うん、どんなにどんな汚れた心だって、どんなその悪夢多くてカルマが悪くてもそれは爆発できない。だって繰り返すけどね、その人よりもカルマが良くて心が綺麗でも菩薩になりたいと思わない人もいるんだから、あるいは菩薩の教え自体に出会えない人もいるわけだから、それに比べたらその一時的に汚れがあろうがカルマが悪かろうが、菩薩を目指している、ブッダを目指しているというだけで、それはもう尊敬に値する。そういう人を決して、なんていうかな、批判してはいけないし、悪口言ってもいけないし、あるいは、ね、いろんな意味で悪しき思いを持ってはいけない。そういうふうに鑑みて、自分のこういうに対する思いとか態度をしっかりその、まあ、見せていったらね。そして繰り返すけども、まあ、皆さんそういうのはないんでしょうけども、いろんなその、聖者あるいはその過去のいろんな聖なる魂に対しても当然当たり前だけどね、悪しき思いとか、まあ悪い冗談でも悪い言葉を吐いてはいけないし、悪口とかも言ってはいけない。はい、じゃあ一応ちょっと途中ですが、してでは全体的に何か質問そうかあったら聞いて終わりにします。はい、じゃあ質問と何かある人いますか。特にないかな。はい、特になかったら、札幌何か質問ある人いますか。札幌大丈夫です。はい、では仙台なんかありますか。大丈夫です。はい、じゃあ大阪なんかありますか。大阪大丈夫です。はい、じゃあ最後に、また歌をね歌っております。Thank you.
残念に